連敗戦行くぜ。オーケー宗介、戦争セット、レッツゴーオン。ガボクセス。はあ、みんなこんにちは。ということで本日もやってまいりました、古原やすひさ TV よ。はい、ということでですね、今回もコラボ会でございます。皆さんですね、待ちに待ったあの方でございます。そう、獅子×25代目ガオレット役のですね、金子のぼるさんことのぼりんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ガオガオ、いや嬉しいです。マジでもう本当に、いやちょっとのぼりんって言って自分で今勝手に緊張してます。いいんです、いいんです。でもこれ多分今初っ端に気になったのは、のぼりんって何みたいな多分思ってると思うんですよね。思ってる、あけど思ってるかもね。いや思ってる人多いですよ。だって僕はそれこそ25代目じゃないですか、はい、僕その7代後の32代目なんで、年齢もそれこそだいぶ上ですし、ね、ガオレンジャーに関しては僕もちょっと見たりとかしてる部分もあったりしたので、その金子さんをノボリンって今言ってるっていうこの事実がすごい緊張するんですけど、でもこれちょっと最初に皆さんに言っておきたいですけど、これノボリンって言っていいよって言ったらこれ金子さんなんですよ。いやそうです、そうだから俺からすると、え、いいんですかから入ってる。そうだよね、言いながら緊張してるっていう、これ謎の現象が起きてる、ね、はい、はい、感じなんですけれども、でも言っていいですか。いや言っていい、全然本当ですか、はい、いやこれはでも皆さんも聞いたと思うんですけども、そうなんですよ、もう今言っていいっていただいたので、なるべくのぼりんって今日何回言えるのかちょっと数えていてほしい。本当に言えてもなるべく。実際の共演って、うん、それこそこの間の今年、2023年の夏だね。ですよね、夏の映画が初めてなんじゃない。はい、そうなんです。実は夏に、映画がありましてですね、そこで、レッドだから4人くらい、4人だねですよね、うん、4人出てましたね。それこそガオレッド、はい、ハリケンレッド、はい、そしてゴーンレッドの赤忍者っていう、はい、この4人が、ね、出てるっていうその作品があったんですけれども、もうね、金子さんがもう本当にやっぱ現場結構大変だったんですよ。でその後ね、ララ君ちょっと飲み行かないっつって、この後もんじゃ焼き連れてってもらって、あの時は本当にごちそうさまでした。いいえ、どんなです。もうね、そうだよねそうだよねっていつもニコニコしながら聞いてくれる兄貴的存在なんですよ、マジで。だからね、多分ね、みんな現場でも金子さん大好きなんだろうなって思いながら、俺は金子さんの舞台見たりとかしてます。本当ですか。はい、ありがとうございます。あれじゃないですか、金子さんがもうほぼ上になるんじゃないですか、大体現場行ったら。今はもうなるよね。今おいくつですか。今49歳。若っ、マジっすか。もうちょっと50歳ってことですか。50歳。ええー、若っ。50歳で見えないですね。ね、言われる。全然見えないですね。そんなもんよ。なんかこんな、なんかこう若そうな若者の格好してるから、めちゃめちゃ若い。じゃあちょっとそんな、はい、かけるパイセンに、え、まあ、ちょっとガオレンジャーのこといろいろ聞いていきたいなというふうに思うんですけれども、はい、実は僕たちゴーンちゃんとガオレンジャーの、まあ、共通点なんかも割と多くあったりとかして、うん、はい、じゃあ何があるの。あのね、まず僕たちって G レンジャーなんですよ。 G ね、 G レンジャー、ガオとゴーね。これって西岡隆一郎さんが言って初めて気づいたんですけど、あーほんと、そうゴーゴーの隆ちゃんが隆さんがそれこそ言って G レンジャーって言われて、 G レッドって言われて、 G レッドって、あ確かに僕ゴーンレッドで、でゴーレッドで、はい、で隆さんはG レッドと仲良くなりやすいって言ってて、古原君もそうなんだけど、はい、みんな G レッドなの。ゴーレッド、銀河レッド、ガオレッド、ほんとだ、ゴーオンレッド、ほんとだ、レアな G が仲いいっていう。うわすごいですね、 G レッドは仲良くなりがちっていう。いや嬉しいです。それそうなんだよ、西岡のリュウちゃんはもう仲良しなですよね。先輩のあの銀河レッドも仲良しだから、はい、なんかこの間3人でそうそうそう、それがまたその時もお好み焼きだったなあ、そうなんですか。好きなんですか。俺ね、粉物好きみたい。なんでその3人がそもそもそんな仲いいんですか。ゴーレッドの1個が俺なんだけど、はい、の、俺の確か1個が舞ちゃん、はい、銀河レッド、はい、1個か2個かな、うん、で年近いっていうのもあって、はい、あと俺がまだねアルバイトやってる頃に、銀河レッドがプラーッと俺のバイト先に来て。何バイトしてたんですか。
その時はね、カフェバー。へぇー、うわ、似合うなぁ。カフェバー、朝方までやってる、だからコーヒーも出すけど、お酒も出すようなカフェバーでいたら、朝方に、あれこれ誰だったっけ、あれって見たことある顔だなと思ったら、あっ、ギンガレットだって思って。すごっ。そう、で、朝までバイトしたから、その時は、はいはい、家帰って、テレビつけたら、やってたわけ。そんな時代あったんですか、ね、あったの。マジっすか。なおかつ、銀河グリーンが、はい、俺昔一緒にバンドをやってたの。末吉浩二っていうのがいて。あ、そうなんですか。そうそう、今メキシコに行ってるけど、はい、その浩二昔バンドやってて、あ、浩二が出てると思って、なんだこれめっちゃすげえじゃんと思って、すごっ。でそっから追って見るようになって、あれ銀河マンめっちゃ面白いんだけどと思って、でずっと毎週毎週追って見るようになったら、ね、たらしばらくしたらうちの店にあれって銀河レッドがいると思って、でそこで話しかけて、はい、ちょっと仲良くなってっていうつながりがあったりとかしてガオレットが銀河レッドに話しかけて、そうそう、まあ、その時俺ガオレットになってないけどね。だって銀河マンって何個前ですか。銀河マンはね、だからうちらの1個前がタイム、はい、ゴーゴー、そうですね、ゴーゴーの前が確か銀河マンだから、すごい、3代前、4代前、3代前、うん、だから銀河レッドに会ってから3年後くらいに、3、4年後くらいにはもなってるってことですよね。そう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 、いや、すごい。そうっていう流れから、リュウちゃんもなぜか、リュウちゃんは最初にね仲良くなったのは、はい、リュウちゃんのお母さんが、はい、あの俺の舞台を見に来て、はい、でその時あのちょっとこう商業演劇のやつを出てたのね、はい、で山本陽子さんっていうもうベテランの女優さんが一緒に共演してる時に、はい、その山本陽子さんとリュウちゃんのお母さんが仲良しで、でその時は俺全然知らないのよ。普通にその綺麗なおばさまが俺の楽屋にコンコンで来て、はい、西岡隆一郎の母ですけど、なんで、えっって、っていうところから始まって、すごっ。で、なぜか知らないけど、なんかね、隆ちゃんの周りさ、 おじさんが西岡徳馬っていうもう大ベテランがいるわけ。あ、はい、お聞きした、ね、はい、お聞きしました。西岡徳馬さんが俺ゴルフ仲間なの、はい、マジっすか。そう、だからリュウちゃんよりも、リュウちゃんとゴルフ行く前よりも、その徳馬さんとずっとゴルフしに行ってて、っていう、なんかそういうのあったりとかして、すごいですね。周りから親戚から俺は固め、西岡家に、西岡隆一郎に固められてるみたいな、すごい、なんか豊臣秀吉みたいな攻め方をしますね。なんかだからリュウちゃんとはね、あの前ちゃんもそうだけど、お芝居で絡んだことは一回もない。マジですか。それなんでそんな仲いいですか、うん、すごい。はい、そうなん。G3 ですよ、G3 ね。これ G4 になって、ちょっといつか僕も G3 の、いやいや、もちろんですよ、すぐですよ、集まりに。じゃあそんなのすぐです、一度。だから僕、あの前さんだけはお会いしたことがなくて。あ、そうですか。なかなかもう会えないね、はい、こっちいないからね、今ね。あ、そうなんですか。そうそうそう、今もうあの静岡の方に行っちゃってるから。あ、そうなんですか。たまに出てこないから。レア、めちゃめちゃレアな。そうそう、レアキャラだね。方なんです。そうなんです。いや、だから僕はこの3人のお話を、それこそ僕はリュウさんからも前回聞いたりとかしてたので、あ、 G の仲間ってすごいなっていう風に思いながら、うん、はい、聞いたりとかしたんですけれども、はい、そこからなんですね。そこからですね。僕たちが、まあ、ゴーオンジャーでガオレンジャーで共通点がいっぱいあるっていう風に言ったと思うんですけれども、まず共通点は、あ、そうかそうか、ガラケーね、ガラケーで変身するところです、うん、だから時代もほぼほぼ、だ、僕たちはもうスマホ入りそうな時くらいだったんですけれども、うん、がっつりガラケー全盛期。そう、全盛期だね。ですよね、うん、はい。あとは共通点としては、シシかけるのかけるの文字がソウスケのソウと一緒なんですよ。そうなの。走るなんだ。走るです、はい。で、あとは熱血レッドっていうところも一緒で、本当だね、はい。なんていうかもうね、本当にね、かけるはでもちょっとソウスケとはまた違った純粋さがあるんですよね。ソウスケはちょっとおバカ方面の、純粋さだと思うんですけど、かけるの場合は平和のためなら敵をも信じてしまうっていう、まあ、確かにね、そういう、なんか、まあ、だから言ってみたら、あのジャンルの違うおバカキャラが2人揃ったみたいなね。周りからは、メンバーからはリーダーとして扱われてた。だ、そこがね、かけると多分ちょっと違うと思うんですけれども、かけるはもう赤がリーダーっていうのが最初から決まってたじゃないですか。僕はみんなから支えられるタイプのリーダーだから、リーダーっていう感じのリーダーではなかったかもしれないです。いや、それ言ったらうちらもだから、それ俺をリーダーって言ってるのは、はい、赤いライオンとテトムぐらいな。他のうちのメンバーは俺のことを1ミリもリーダーだと思って接してくれてなかった。みんなで集合写真を撮りましょうって時に、はい、
あのとか劇中でなんかそういう写真を撮るシーンとか、はいはい、絶対俺ね後ろの端っこなの。なんでなんでリーダーじゃない。いや本当にもう大概イエローかブルーなんだな。リーダーじゃないそれ。もうなんか一番年上なのに全然上回ってくれない、くれないっていう。ノボリンがリーダーなのに。そうです。端っこにやられるっていう。テレビしていつも映ってるからなんじゃあ打ち上げとか何々組終わった後の写真あるじゃないですか、うん、あれいつも後ろなの。そうそうそう、なんか端っこの後ろリーダーなのに。そうだよ、ノボリンがリーダーですよ皆さん。そう、そんな感じでしたよ。でもまあイエローがそれこそリーダーなのはまあ分かるんですよ。なぜかというと一番最初のガオの選手だから。そうだね。そう、ブルーに関してはまだね19歳ですからね。確かにね、はい、だし年齢的にもなんか今一番年上っていう風に。いや本当にリアルで言うとその当時僕が26から27、はい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 、で1個下に今の純烈のリーダーの酒井ガオブラックが1個下でって、はい、でその下がイエローの堀江がまだ大学生だ、はい、見えな。日大の、日大の芸術家で監督、監督学科で映画撮ってた。そっか、今やられてますもんね。やってるね、はい、が21、22、はい、でその2個下、1個下、2個下にシルバーの玉山くんがいて。あ、そうなんすか。でさらに2個下に18歳のタケルブルーね、はいはい、でさらにその2下に16歳のホワイトのミオがいて。うーわー、だから10歳すごっ。10歳差、10歳差だから本当に俺が冗談で突っ込むと、はい、ミオとかさなんか泣きそうになるの。いや怒ってない、怒ってないし、あの突っ込み、これ突っ込みだからだったらなんかこうもう本当に怯えた子猫みたいになるから、あ俺はもうダメ、ちょっとなんかいろんなこと突っ込んじゃダメだと思って。なるほど。ロボの数多くないですか。めちゃくちゃもうロボの数はもう動物の数全部だからね。だって実際表になってるのだけでも相当の数あるよあれずるいのがもう途中名前決めるのめんどくさくなったのか分かんないけど、ガオキングアナザーアームっていうなんかもう名前つけないんですよ。だからそうずるね。名前をねガオレンジャーにつけたがらないの。だからうちらもレッドとかだから。そう、これも一個特徴ですよね。なんでみんなかけるって呼ばないですかね。分かんない。それこそ総太郎ってあんま呼ばないですよ。いやもう名前で呼ばないの。もう色、色ですよ、ね、みんな色だから名前を割と後の方に知ること多いですよね。そうそうそう、鹿児島のお父さんの回でさえちゃんの回を、あこの子さえって言うんだみたいな、そういう感じですよね。そう、周りが要はコードネームで呼び合うみたいな感じなんですよ、うんうん、でこれでも一個だけ伏線があったのが、ガオイエローが一回これからガオレンジャーとしてやっていくんだったら名前を捨てるみたいな回ありましたよ。あったね。でも、ね、俺があんま入るぐらいね。ですよね、うん、そう。だからそっからレッド、イエロー、シルバー、うん、でも白金に関しては白金で入ってきてんのにシルバーって呼ばれるのもなんかちょっと確かにね、まあ、けど白金だからね、あシルバー、プラチナ、プラチナ、シルバー、まあなんかそうなんじゃない。ですよね。ほう、で、このね、シルバーがまたね、あの時1062歳だったんで今、1084歳、はい、あんま変わってないですよ、白金だけ、うん、だけど、みんなはやっぱりあの時って、あ、設定ってありましたっけ、ガオの年齢の。ない。あったのかもしれない。19歳のあれだけはあった気がするんですよね、ガオブルーは。あー、そうなんや、差別界19歳の舐めんだねって言ってたもんね。そう、言ってました。あんまね、ないと思う。リアル年齢ないですよね、うん、もし周年を やられたじゃないですか。やったマリナシティで、うん、あの時とかってどういう風に演じたんですか。どういうこと。いや要はガオレッドをちょっと変えるんですか。いやいやもうねあのまんまだから20年後をイメージしてとかはやってない。けどあの当時の元気の良さもないからなんかいやそんなことないです。頑張って40何歳のおじさんが、はい、あのガオレッドをやってますみたいな感じでやってたよ。あなるほど。だから自然と大人なガオレットになってたんじゃないかな。あなるほどね。そうですよね。そうだからそういうの細かいのも全然気にしてなかった。いやでもカケルの性格とその金子さん その性格のところとかで、うん、割と被る部分とかってありますか。性格はね、はい、いやけど本当ねあんまね難しく物を考えないとか。ああなるほど。そんとなるようになるだろうみたいなのは似てるかな、うん、あとは俺がこういう意外に楽観的なんですか。そうそうそう。へえ。金子さんがそう。へえ。でこういうレッドが好きみたいな、はい、レッド像があったから、はい、なんかそれに寄せていってた。金子さんの中ではちょっとレッドのヒーロー像ちょっと教えてもらっていいですか。あのね
あまりにリーダーっぽくしたくないとか、俺についてこいみたいなのをもうなんか俺が逆に言われた瞬間さーって引くからそうなんですか、寒い寒いとかそういうのやりあんまりやりたくない、そうなんですか、いい意外みたいなね、そういう感じなんかで、あとね1年間あるってもう分かってたんで、はいはい、もうこれもうね RPG じゃないんだけどレベルアップしてちょっとずつ成長していくのを楽しみたいと思ってたから、もうよくみんなと話したんだけど面をかぶったら強くなってもいいんだけどつって、はい、面かぶる前まではもうめちゃめちゃやられようねみたいな、弱いところから入ってこうねみたいな、はあそういうのあったんですね、うん、なんかそういうなんか弱さやられるなんか美学じゃないけどっていうのを思ってやってた。おっとなー、マジっすか、うん、めちゃめちゃ大人ですね。本当、いやけどね、素がやられると子供は燃えるんだよ。いや逆転するから、もう変身してめっちゃ強くなるから。確かに見てるヒーローがやられたら頑張れーって、そうそうそう、 なるのが楽しかったから。へえー、あそうなんですね。そういうのやろうと思って。あとは共通点としては福沢レッドっていうところです。ああそうですね、はい、ガオレッドからですよね、福沢さん。福沢さんはね、そうですよね、ガオレットから。そうやっぱりそのいろいろと相談とかしましたか。あんとね、そうね、ちょこちょこ相談してて、で僕だからそういうあんまり強くない感じで出だし行きたいんですよねって、分かったっつって、であとふざけてたりとかもするしっつって、はい、なんかこう暑さだけじゃないレッドでってボソボソ言いながら、うん、である時に台本に載ってない変身後の戦い方で、はい、福沢さんがお尻ペンペンをしたの。そう、お尻ペンペンってするキャラなんだと思いました。それで、それ見た時にあ、福沢さんやってくれたわと思って、で、それにも勝手にお尻ペンペンで、俺もう台本にセリフないんだけど、うん、当てて当ててましたっていうのをやって、そっから余計にああいうなんかちょっとこうかっこよくないっていうか、そういうふざけたこともやるようなレッドがちょっとバーって広がったりもした。なるほど、じゃあ福さんのおかげでもあるんですよ、うん、あれちょっと幅を広げてくれたっていう。そうだね、あれはだから福沢さんアドリブだね。あれドリームなんすか、うん、あれ。と思うよ。その時アクション監督武田さんだったんだけど、はい、武田さんがお尻ペンペンやれとか言うようなキャラじゃないから。なるほど、うん、ガオレンジャーってそれこそ最終回みたいな回が何回もあるんですよね。そう、そうね、一回全滅しそうになる回だったりだとか、ね、そう、なんかだから555もそうだったと思うんですけど、30話くらいに一旦最終回みたいなの持ってくるの、うん、あれ、ね、わかんないわかんない、離れていってる視聴者の心をこうグッと捕まえる作戦なんじゃないかな。いや、そうですよね。うん、で、もう一個、その僕がガオレンジャーのガオレットのセリフの中ですごく好きなところがあって、ボーリングの、敵が出てくるんですよ、はい、ボーリングオルグみたいな、ボーリングオルグね、その時に相手がこのトルネードみたいな、うん、その球を投げてくるから、それを得得しにカイがもともとバイトしていたボーリング場に行って、トルネードの達人のやつがいるから、おっちゃんがいるから、そこに行ったらそのおっちゃんは掃除用務員になっちゃってて、だけどなんとか教えてくださいって言って、おめえみたいな中途半端なやつに教えねえよみたいな時にガオレットのカケルが言ったセリフが、何を、全然覚えてない。そのシーンを撮影したのは覚えてるけど、はい、自分が何喋ったか全然覚えてない。マジですか、めっちゃいいセリフですよ、はい、待ってください、今の言葉取り消してください、こいつのどこが中途半端なんですか、取り消してくださいっつって人のために怒れるかける、これもめっちゃ、そんなこと言ってんだ、言ってました。その日はさ、あの18歳のさ、はい、ブルーがさ、リアルでなんかちょっとこう芝居が、昔はねもうほんとセリフを喋りながらこの字をこうやってね、はい、なんとかかんとかなんとかかんとかできなくて、はい、なんとかかんとか、あなんとかかんとかになってたの。なるほど、そんくらいもうさあの芝木たけるができなくて、はい、不器用だったのがちょっとずつ慣れてきて、へぇ、はい、現場にある時、うちらの時はまだねフィルムで撮ってたから、はい、照明もバンバン当ててもらって、ほんと照明当たってないともう暗くて見えない、はい、映んないのフィルムだから、はい、ある時ねアドリブでね動き回ったんだね。そうだ、でめっちゃ怒られてしょぼんとしてめっちゃ怒られたんだ、うん、それを黙って笑ってた俺たちがいるみたいな誰も助けないみたいな、助けないですよそれガオゴッドと一緒ですよ、ガオゴッドも厳しいですから ねセリフではね、はい、うちのブルーガーで助けないのにね、そうこっちではめっちゃこいつのどこが中途半端なんですか取り消してくださいってめっちゃ怒ってる。そうなのに座っちゃうとさ、座はねめっちゃ怒られてるみたいな、助けない、こんなで自由にやったらあんな怒られるんだなと思って照明
怖えみたいな。リアルのライオンと一緒ですよ。崖から我が子を落とすライオンと一緒ですよ。だからそこはそんな感じでしたよ。やっぱりスイカ選手が、うん、その入ってくるじゃないですか、はいはい、玉山哲司さんが、はいはい、そう、あの時って僕は正直スイカ選手の徳山さんとあと杉本由美ちゃんが入ってきた時に、うん、うわやばいって思ったんですよ、うん、そう、赤の座を奪われるじゃないけど、あ、まあそうね、そういうのもあったりはしたけど、はい、まずね、あのローキっていうダークヒーローが味方になるのっていうところからもうちょっとね、ちょっともうこれ無理じゃん。ローキめっちゃ強くて敵で、なおかつなんか声も良くて、アクション良くて、ちょっとずりーなーってずっと思ってた。え、それが人間になるの？無理無理。あ、なるほど。ってなって、けどそれがシルバーになります。6人目になりますって。で、オーディションをこれからしますってなって、はい、その時の AP の横塚さんのとこから誰がいいかなってから、いや、募集かけてるんですよねってかけてるって、うん、うちらのリアルのオーディションの時に、はい、いたすっげえかっこいいやつがいたじゃないですかって、はい、俺彼いいと思うんですよねって言ったら酒井もそうって彼がいいって、その彼っていうのはもうタマちゃんだった、はい、タマちゃんがいいと思うってって、まあ、芝居はあの時はまだでね、はい、やっぱり若くてさ、まだこれまだまだだったんだけど、もう全然もう顔面がさ、はい、顔面偏差とかもちょっとズバ抜けてるし、かっこいいですよね。雰囲気もめっちゃ良かったから、はい、もうだから玉ちゃんが6人目決まった瞬間はもうローキで勝ったなと思ってたけど、はい、玉ちゃんが決まった瞬間にもう余計勝ったと思ったなるほど、勝ちゲームだガオレンジャーなるほど、もうガオレンジャーが勝ちゲームになった、そう、あー確かに、いや、ずるいんですよ。そうそう、6人目入ってくる前から別にレッド人気がそんなにね高いわけじゃなかったよ。え、まずね、まずイエローの堀江がパツキンっていうところからグワーっていったから、はい、そうそう、あ、そうなので、まあ、そういうところから俺の地をこうちょっと脅かされるっていう変なプレッシャーはねもうなかったのね、俺の中で。そっか、最初で言うもう堀江さんがむしろそこだった。そうそうそう、言ってくれたからね。しばらくしたらあいつの本性が見えてきて、はい、あれ？これ、イエローのままの方がいいぞみたいな感じがあるんだよそう、どういうこと？なんかね、クール、あれもうイエローはクールだから、はいはい、いつクールなもうキャラだからね、はい、そんな感じじゃなくなってきて、途中からなんかウクレレ引き出すわ、はい、英語喋り出すわ、あれクールキャラ崩れてきたな、これって思ってガテンって言ってましたもんね。なぜならば、玉山が帰ってきたから、かぶりすぎてて、あー確かに、もう無理だよ。玉山くんね、シルバーはその崩しちゃいけないキャラクターだった確かに確かにっていうところからこう路線をこうずらしていったビールもいたりとかして、なるほど、そうそう、だって玉山さんからしたら追加選手でもあるんですけれども、放送上は、うん、むしろ先輩、後輩ですもんね。そうそうそう、大先輩だからね。だから玉山さんが先輩なんですよね。そうなんです、1000年くらい、はい、そう、だからそこは崩したらダメですよね。まあそうだね、ですよね、確かに。いや確かにそれそうだから、けどなんかそう、6人目入ってきて驚異さっていうよりも、元々勝ちゲーム、ありがとう玉ちゃん勝ちゲームにしてくれて、ああ、なるほど、そっちの気持ちの方が強かったですね、うん、へえ。じゃあ質問の方に移らさせていただきます。で、今もそのメンバーとの交流、それこそどうですか、ミオさんとかどうですか。ミオはね、もうその玉山さんが入ってきた時の第一印象はどうですか。いや、だからもう一応6人目のメンバーでオーディションやるって時に僕行きますって、相手の本読みに行きますって、いや、だオーディションに行ったんですか。行ったの行ったの。おお、豪快さんのみんなと並んだ時に俺もまだ行けると思って行ったんだけど、現場、いや全然行けます、いや行ったんだけど、やっぱねキラキラ感が全く追いついてないと思ってどうしようと思って俺もね、喧嘩したのはやっぱね、メンバーというよりガオレンジャー VS、ハリケンジャー、いやいや、あそっちですか。チャンネル登録、そして高評価の方よろしくお願いします。